なんだよ。今日の相手はどうですかね。ヘッドも持ってねえな。そうですか。だいたい何分ぐらいというふうに自分で考えてますか。だいたい5分って決めてんだけど、うん、一応試合的に考えたら10分以上だ。うん。結果は勝つに決まってんだろ。そうですか。負けるわけねえだろあんな。そうですか。じゃあもう赤いベルトは自分のものというふうな気持ちで。引退するまでこれ持ってんだよ。これも取られた時は引退してやる。あ、じゃあ今日負けたら引退というふうに考えていいわけですか。そうだよ。そうですか。でも負けるわけねえだろ。格闘メインイベントオタク会館、いよいよ今日のメインイベントを迎えました。左の胸に赤いベルトを押し付けるようにいたしまして、今のしのしと登場です。ブルの中野、フリーダム世界チャンピオン200日間のブルー赤。そして今日はブル中野に対しまして白いテープが何本も何本も飛ばされました。